このトンネルって一応自然のようにできてる。でどうやっててこれトンネルになります。でも昔キロヤ火山結構大きくて噴火しました。亀裂この1200メートルぐらいの位置で開いて、で溶岩が川のように海まで流れ続いた。でその溶岩の川のイメージを持ってば、溶岩流れながらって、その溶岩の最初の冷えるの位置がああいう川の端で、冷えてて壁か溝みたいな感じになって、溶岩同じ位置で流れ続いてるって、そういう壁が高なって、あと同じ辺でずっと溶岩が通ってるから、下にあるの岩も溶ける、深くなります。最終的に天井まで閉めて、まあ、ホースか水道みたいな感じになります。周り全部閉まったままだったら、中まで通り続けてるのようになって、ほぼもう空気当たってないから、何十キロメーターほぼ温度を下げらずに溶岩が海まで行けます。で噴火し終わってて、溶岩が抜いてこの空っぽのトンネルが残ります。それで終わりではないんです。でもしで同じ火山がまた噴火しだしたら、何度同じトンネル使う場合があるから、で溶岩通ったり抜いたり通ったりってやる、抜いたり。じゃあ 最近で溶岩通った時、この高さまで溶岩が上がってきました。あっちの天井の方も見たら線2つがありますから、何度って溶岩がこの中で通りますって分かりやすい。一発これトンネルになるから、なんか溶岩でできてるの逆バンクやみたいな、どん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 細多くなります。この下で大きな水たまりがあります。壁が崩れてるのにして何度で溶岩が取りますって分かります。ここだけ天井少し低くてあ段差の高さバラバラ、なんか5000